はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、デリカファンミーティング、来てますけども、見てくださいよ、とってもいい天気ね。これ、お杉さんなんか風呂上がりみたいじゃないですか。水も滴るよ男やばっね、ということで、今あのデリカミニの、一番偉い人、偉くないですけど、藤井さん、藤井です。藤井さん、後ほどあの私と猫橋さんと一緒に、ブースを回ろうじゃないかと、はい、あのこれはまた別映像で撮りますので、今回はですね、オートフラッグさんの、今回持ってきたデモカーの方で、ね、皆さんにご紹介したいと思いますので、お杉さんよろしくでございます。はい、オートフラッグの杉村です。今回ね、頑張って4台持ってきました。4台、はい、ね、でね、はい、デリカミニ、デリカミニ、いや今なんか納車されないとかわわわわみんな言ってるみたいですけど、そうですよ、普段からの努力の甲斐があって2台あります、うん、2台でね、2台ともね、同じもの作っても面白くないんで、1台は、突拍子もないようなカスタムに全部にしました、はい、見てくださいね。っていうことで、お杉さんね、はい、びっくりなびっくりな、あのね、コメントに困る、あのね、いや普通ね、もう女性にめっちゃ人気、あ、そう、女性にめっちゃ人気、かわいいって俺って言いたいんやけど、じゃなくて、いや、これ木、本当に木ですかってみんな言われる。そうでしょ、うん、っていうかね、ほら、うん、オートフラッグさんのデモカーは、どっちかというと、あっちのイメージです。スポーティーな、そういう作り方するのは得意なんですけど、うんうん、ここはね、女性受けするような、そう、を考えました。しかもね、あの、Facebook とか、インスタは、パチばっかり上がってたのに。実はね、ちょこちょこ上げてるんだけど、わざと木、木質、うん、そうそうそうな感じを分かりづらく、ちょっと遠目で撮ってた。うん、そう、うん。色変えてたでしょ。あ、そうそう。いや、変えてはないんやけど。まあ、見てもらったら、まね、本当に木のように見える。あ、ていうかね、これ木じゃないの？木じゃない。鉄です。これ鉄？鉄で、ちゃんと鉄でできる。これも、ここはアルミね。ちゃんと。で、みんなね、これ、プリントですかとか。ね、ラッピングですかとか聞くんだけど、ああ、いやいや、そうじゃないの？じゃないんですよ、うん、これね、YouTube 先生から教えてもらいました。はいで、本当はあの、元が黒でしょ、うん、で黒の上からカスカスのちょっとベージュっぽい色の、うん、ハケに取って、うん、カスカスな状態でサッ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 とこうするこれたら黒いとことそのカスカスの色がついたとこに分かれちゃうわけですね、うん、で木質っぽい感じになるんですよ、うん、でもそれではもう木に見えないから、うん、その上から今回ね、うん、ニス塗ってきましたお杉さん、お杉さん手真っ赤変わってるこれ。いやいやいや、だからね、まあ、作業したのは私じゃないんですけど、うん、従業員がしたんですけど、うん、二度と作りたくないと言ってました。あ、なるほど、はい、今ね、私はね、これね、市販するんですかって言ったから。いや、絶対しない。絶対しない。で、まあ、うん、まあ、前の男爵はこんな状態でしょ、うん、で、細かく見ると、こんなところへんも。あ、本当だ。これね、すごいでしょ、うん、これ純正にあってもいいぐらい。そうそうそう。うん、これね、なんでできてるか。うん、床材をレーザーで切って今なんか夢なくなったね今だけど、うん、あの床材あの初めから両面テープついてるし、うん、全然あのありありだよだって、うん、いやてかこれね、うん、これが一番これねあのね頑張れば多分カッターでも切れる、うんうん、これはあの今回レーザーで切ったけど、うん、まあやっぱあの元が塩ビでしょ、うん、でレーザーで切ってたら部屋の中でやったんで、うん、もうあの煙をブワンブワン出て大変やったってことは、ね、だから帰ったらやった方がいいっす。これ市販できそうだけどしない？これは俺デリカって書いてるとこがちょっと引っかかるかな。ああ、なるほど、うん、だからそうか D500円 E500円、うん、L500円とかそんなんで売れば売れるかもしれない、うん、あ、なるほど。だけどデリカセットにしてしまったら三菱から怒られる。そうそう、うん、これ順番変えよう、いろいろ。え、ああ、そういうこと、うん、で順番変えてねそうそうそう、で全然違う名前にして違う名前にしてで売ると売ろうでプラス1個ぐらいしとこうか。そうね、そうそうそう、たら違うでしょと。そう、うん、そんな、ね、そんなこすいこともないでここら辺、うん、ここら辺も木です。これです、木ですね、まあ、木ですっていうか、あの木目調木目ね、うん、木目調木じゃないね、そう木目調、そう頑張ってます。すごい頑張る。お杉さんね、今ね、うん、鈴木の純正でさえ、ああ、
横に木目のシールがある時代です。あるね、あるね。ある時代ですよ。うん、だからこれいけんじゃん。それはね、だいぶ考えたんですよ。うん、あの昔のあのサニーカリフォルニアみたいな。あ、そう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 。あれ考えたんだけど、うん、それじゃあんまりね、うん、昔から例があるから、うん、面白くないと。うんこれはうちの部品は、うんこことこことここですよと、うん、それがはっきり分かるように、うん、部品に木目を入れてみた。入れた、うん、そうそうそう、うん、で こんなのもね、うん、こんなのもそう、そう、これはね正直言ってネットで、メッキのやつカバー買ってきて塗りました。多すぎだ。さすがにあのそのままは塗り切らないから、うん、失敗したら大音するんで、うん、一応カバーを買ってきて、3000円ぐらいだったかな。で塗りました。塗った。はい。で、後ろ。後ろ。リアラーダ。リアラーダ。そう。リアラーダ。これここがね一番ね、うん、なんかね本当に木なんじゃないみたいな。そう。いやこれはねなかなかよくできてる。うん。うん。そう。単体で見た時はそうでもなかったんだけど車つけちゃったら、うん、すっごいリアルな感じでいいし。ね、これほら。はい。この後ろもほらデリカ。ね、です。これになってます。そう。でこのステッカー。そうそうそう、これもで、このラダーそうそうそう見たのさ、いや、あれあれあれと思う。もともとはこれ、内装屋さんにコッパもらってきて、うんこの木質な感じ、うん、でしましょうっていうのをまず授業に伝えて、うん、それに似せて塗りました、うん、だから、まあ同じような感じなのは間違いない。そう、うん、でもね、これ本当ね、言われたら木で作ったんだと思いますよ、うんうん、で本当に、うんうん、実はここ木で作った。これは木だ。これは木だ。これは木。ごめんなさい。これこそ一番木じゃない方がいいんじゃないですか。いや、あのね、強度的に、その、ものというよりは、うん、取り付けの部分、うん引っ張れないんで、うん、ここはあの、お茶らけで。お茶らけお茶らけで。お茶らけっていうか、あの、本当の木はこんなんだよと。これ木に見えるでしょ。そうそうそう。っていうな、いや、さっき言われたのは、うん、これが木に見えるけど、あんまりこれ木に見えない。そう、いや、本当に今ね、言いたかったの、それ。言われたから、って話だけど、うんうん、まあ、面白いんじゃないかな。そう。おすぎさん。うん。まあね、だってほぼデリカミニって納車もされてなきゃそうそうそう、だってショップさんだって言ってないですよ、うん、で、まあこの状態でね、うん、ここまでできるんだよっていうのをちょっと見せたかったから、うん、で、あの、うん、たまたまって言われたらたまたまなんですけど、うんうん、こういう木質な感じと、うん、このブロンズのね、そう、あのね、これがねエクストリーム J の XJ07 これがね、ピシャリ合うんですよね。で今ねこれ30ミリのスプリング、うちのオリジナルで作ってるんですね、うん、フレックスで30ミリのスプリング、はいはい、で、リアのショック延長だとか、うんうんランプの、うん、レベライザーのセンサーの補正だとか、はい、そういうのも全部やってます、うん、でこれあの製品化して出しますので、うんうん、期待しとってください、うん、で30ミリ上げると、うん、165/65/15 が、すごく165/65/15 はい、はいがすごい入れやすい、うん、ノーマル車高でもちょっと一部加工すると入るらしいんですけど、うん、それでちょっとあのタイヤね、うん、ポテッとしすぎるんで、そう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 、でちょっと車高が30ミリ上がって、うん、このサイズがピシャリなんかじゃないかなと、うん、で実はね60向こうのあのデリカミンのデモ車は、はい、60入れてるんですよね、うん、で60より65の方がすごい乗り心地がいい。あ、そう、うん、で乗った感じは全然違う、うん、60ねちょっとねバタバタする。やっぱあれかな、扁平のあれかな。あ、そうね、うんうん、だから、まあちょっと車高上げて65とかいう選択は、うんいいんじゃないかなと、うんうん、ただあのターボじゃないとちょっとパワー食われるんで、あ、やっぱ大変でかくなるね、うん、だからまあターボであることが前提ですよね、うんうんうん、どうなります、うん、で今上げてるのは30ね、30上げてるのは4駆用のスプリングですか。あ、なるほど、はい、うん、2駆はね後ろ あの足回りの構造が違うので、あ、そうかそうかそうか、スプリングまたやり直します、うん、でもこれぐらいのこうバランスいいね、これね、うん、6号入って、まあですね、うん、まあバランス的にはすごくいいと思います、うん、まあこれが、なんて名前つけたかな名前忘れちゃったテロップ入れておきましょう、ね、まあまあうん、そういうコンセプト、うん、ね、はい、いい感じだと思います。でこれ次、はい、これね、うん、ちょっと、ディフェンダーに似せました。ちょっと前見てもらっていいですか。ヘッドライト似てるからね。あのうちのデモ車でディフェンダー白黒あるんですけど、ありますよね、白黒、はい、うん、それ横に並べて、うん、あ、こんなイメージだって言って作ってみました、うん、はい、でもね、はい、これね、うん、ほらこのボンネットのこのデカール、はいはい、でこの何この足場そうそうそう、ね、まあもうディフェンダーですよこれ。
だから本当ここはちょっとラッピングでしましたね、うん、ラッピングして、うん、これうちのホームページで売ってる三菱エンブレムですね、はい、これをちょっと、うん、切って間隔を少しずつ開けて、はい、広げて貼ってます、うん、バッチリバランス的にはバッチリだと思います、うん、でわざわざここに三菱貼ったので、はい、ここら辺は全部黒にしてるんですよね。そうですよね。でデリカっていう字も、うん、もう逆に目立たないようにして、うん、バランスを取ってます、うん、カスタマイズのね。そうでディフェンダーの、ボンネットにはこういうなんだ足踏みのところがついてますね、うん、だからそれも、ステッカーで再現してる、うんうん、それとかわいい男爵いい感じだね。もうビシャッと合うでしょ、うん、でももうすでに違和感ないですよね。そう違和感ないまあそれでねみんなが、うん、かっこいいよねって言ってくれるのが本当に嬉しくて、うん、ね、はい、そう皆さんぜひ、はい、センサーは全然問題ないんだよね。あ全然問題ないですね、うん、あもう本当に今回大阪から、うん、までフェリーで来て、うん、そこからここまで500キロ近いかな、うん、走ってきたんですけど、うん、もう全く問題ないし、うん、でオートクルーズかな、うんうん、クルコン、クル、うん、なんだ、ミーパイロットか、はいはいはい、ミーパイロットも全部がっつり使ってきましたから、うん、はい、全く問題ない、はい、全然問題ないですね、うん、はい、ね、で30ミリ上げたとかいうのもエーミングの必要も全くないぐらい、うんうん、ないというか何も影響は出ないです、うん、はい。はい、まあ、多分エミは必要ないだろうと思います。なるほど、厳密にはしないといけないのかもしれませんけど、うんうん、そこら辺は誤差の範囲内だというふうに思っております。はい、はい、でちょっとねこれ怒られるかもしれませんけど、ここら辺ダクトダクト風で、なるほど、ね、これ38ってなんだよって、ね、そうそうね、そう僕たちの年代は38といえば GT38、うん、ああなるほど、鈴木の、はあ、違うから分かんねえなこの話は、うん、これはね、ここ書いてるんですけど、うん、B38A、はい、これはこの車両の型式です。そうですね、はい、型式ですね、 B38、うん、86のような感じで、はい、型式で、うん、読んでみてください。そういう感じにしたかった、うん、三菱の人に、うん、なんで32じゃないのって言うけど、なんで32なんですか、うん、ミニだから、まあ、まあ、もうちょっとひねろうみたいなそういう話です。なるほど。で、ね、今回ねこれ本当アバーギアル乗せてるんですけど、うん、バスターズ、うん、それとねバスターズの前の方に、はい、IPF のランプ、はいはい、これをつけて、うん、かっこつけてきました。はい、はい、で奈良のイベントに行った時はここにリムライザーつけてたんですけど、うんうん、はい、そうですね、ここちょっと干渉しちゃったんで、なるほど、今今日外してます。はい、はい、うん、長く乗ってて振動してるとランプが割れてありしちゃいけないんで、そうですね、今回外してきました、うん、はいはい、はい、で、そこら辺であとサイドタープね、うん、バッチリつけてます。そうサイドタープ、はい、ね、はい、最初からてんこ盛りすぎですよ。ちょっと今日雨でねサイドタープがいいっちゃいいんだけど水が溜まっちゃうと、うん、そうそうそう、まあ、でも ね、 こうやって見てください、もうサイドタープサイドタープしたね、人だかりそうそう、さっきそこら辺 のディーラーさんとメーカーさんと商談してた、ね、なんかお偉いさんばっかり来てましたねびっくりやったね。そうで、まあこれ それとですね、大丈夫ですよ、パン食べてください、もう全然大丈夫です。クラフト葵さんがやってる、はい、デリカミのカスタマイパーですね。これはなんて名前なんだ、シングルベッドキット、すごいそのままシングルベッドキット、うん、そうシングルベッドって何やったかな、シャランキュー、ああそうシャランキューね歌いそうなんで、ね、まあまあはいいんやけど、これなんか材質でちょっと値段が違うらしいですね。これはなんだ、これはヒノキ、そう、うん、ヒノキ製ですね。さっきね車締め切ってたら、うん、開けたらね、ヒノキ風呂でしょ。あ、そう。すげえいい匂い。ヒノキ風呂やった。もうヒノキ風呂だな、ここみたいな。あ、そう。うん、おお、やっぱりガンガンしてました。11,000円の差分ぐらいはある。あるある。ああ、なるほど。これも全然。そうそう。で、ラジバンダリ？あ、何なの？俺もね。ラジアタパイン製。そう。ラジバンダリはなかったら。そう。うん。が5万5千円で、ヒノキ製が66,000円と。うん、はい。これもう製品化されてるそうなので、ね。7月より受注開始か。あ、来月から受注が、ね、開始されます、ね。はい、まあ、足もね、うん、変わってるんで。そう、足もね、かっこよくなってるんですよ。かっこよくなってる。前はね、ちょっとエレクタパイプで。そう、エレクタパイプのね、僕が DIY で作りましたぐらい。そう感じでしたけど。で、フロントも、ここの足がですよ、うん、
シートに当たってシートが変形するとへこむよねみたいな話をされてたみたいで、うん、ちゃんとここはあの受けのね板作って、うん、作って、ね、ちゃんと芸が細かいよね、本当に芸が細かいです。はい、後ろ見てみましょうか。後ろもねこれすごいいい感じで作ってます ね、うん、ね、調整も効くみたいだし、そう、ね、であとラクダニーね、ラクダニーが、どれだ、そう、これがイベント展示セットこれかな、そうですね、これが全部って、まあ、バックドアのこれも月か、うん、で、3万3000円だと、これだけは9900円ね、はい、でここの部分だけだったら2万6400円かな、うん、そうぐらいになります、うん、でもほんと作りがすごい、あのお杉さんがね一生懸命デコボさんの商品紹介してますけど、うん、お杉さんところの製品ってもう市販してんの、男爵は、今もう販売開始してます。開始してる。はい、はい、うん。で、ルーフラックはね、うん、実は今月300入ってくるんだけど、うん、大半がもうね、ちょっとディーラーさんに抑えられちゃってる。え、そう？で、少しね、市販若干残るかなぐらい。うん、で、ちょっと売り出した時に、うん、あっという間になくなるかもしれませんけど、すごいね、ディーラーさんが何ドバーッと準備で、そうそうそう、あ、そう、ディーラーさんがね、うん、あの試乗車につけたいと、うんうんうん、で各店舗に、まあ、あの補充でもう5ずつぐらいは欲しいよね、うんうん、でまあ、北から南までのディーラーさんがわーっと今注文いただいてるんで、うん、あら、すごい、嬉しい悲鳴なんですけど、うん、皆さんにもちゃんと行き渡るように、うん、はい、頑張って、はい、はい、作ります。そうですね、であとね、はい、もう一つ、うん、7月より全国のオートバックスで買えます。うん、あのオートバックスって何、あの街にあるうちの近所にもあるオートバックスで買えるってこと？そうそうそう、オートバックス。あら、すごいじゃないですか。で、デリカミニももちろん、デリカミニの部品ももちろんだけど、うんうん、D5 の今までの部品も全部。あ、D5 も買えるんだ。買えます、買えます。はい、買えるようになります。なる。だから、もう現物がなかったとしても、うん、そこで注文していただければ、うん、どんどんうちがオートバックスに発送しますので。うん、そしたら、はい、言っていいかわかんないけど、うん、ほら、よくネットで買えませんでしたって、よく、悲しい叫びは。そう、必ず そこで注文していただいたら、うん、まあ、お待たせするかもしれませんけど、うん、必ず行きますので。そうですよね。はい、はい。要はまあ、はい、当然そのオートバックさんとかで注文したら、うん、まあ、お杉さんとか情報行って、はい、まあ、当然商品来て、うん、まあ、注文順番ずつね、うん、出していくんでしょうけど、うん、まあ、必ず出すよと。そうです。いうことですね。そうです。そうです。今までもなんかこう、はい、ね、そのジャージのチケット買うみたいな感じでもう、まあ、ね、何分で売り切れようみたいな。そういう状況が続いてて、うん、批判の声もいろいろいただきましたんで、そうそうそう、ちょうどオートバックさんも、うん、四駆関係をやってみたいという話がありまして、うん、渡りに船だったんで、頑張って出せるように頑張りますという話で、ね、はい、まとまりました。ね、はい、もうあれですよ、期待してくださ Google の CM みたいにも全部入力しないでもう売り切れちゃったみたいな、ね、感じでしたけどもですね、うん、はい、まあ、まあそういうような形で、はい、D5 のパーツもオートバックさんで買えます、はい、ですね、いうことでよろしくお願いします。はい、ということで、次行きましょう。次行きましょう。ね、EK クロススペースね。そう、お杉さんね。ん、私ね、うん、これをね、お杉さんが、うん、デリカミニの前に用意して、うん、実際に車検行ったんでしょ。あ、そうそう。だから、今、販売してるの、男爵、うん、上に乗せる、バスターズのルーフラック、うん、あとリアラーダー、うん、ここら辺を、うん、取り付けて、うん、車検に受かるのかと。うん、ディーラーさんに、に入れられたい、まあ、入庫できるのか、はい、っていうのを確認するために、うん、今この状態、はい、プラス、サイドタープつけて、うん、車検がまだあったんですけど、うん、継続検査行ってきました、はい、このタイヤもホイールも、うん、で車高もちょっと上げてるんですよこれ、うん、30ミリ上げてるんですけど、はい、その状態で、うん、継続検査、うん、行って、うん、軽乗車協会に行って車検行きます、うん、はい、どうぞ、ずーっと何も言わないで通過しちゃうわけですよ。OK でーすみたいな。うん、あ、いや、すいません、すいません。検査員の人に、すいません。うん、これ大丈夫なんですかって。いや、大丈夫だよ。うん、指定部品だろって言われるから、うん、あ、そうです、うん。あ、よくできてるねーって。多めの言葉いただいた。うん、そうそう。うん、もう全く、うん、パスです。ディーラーさんにしても、うん、お客さんにしても、うん、つけて、うん、車検大丈夫ですかっていうのが一番気になる。あ、そうね。うん、で、そうそう、さっきの話じゃないけど、うん、オートバックさんはやっぱ指定工場を持ってるじゃないですか、うん、
でやっぱりそれで車検が通らないリーガルチェックした時にダメだっていう製品はやっぱ売るわけいかない、そうですよね、うんうん、そこら辺もちゃんとできてますよって、うん、でもまあオートバックさんともいろいろそういうあの話し合いをしたんですけど、うん、あじゃあもう継続検査行ってるんだったらもう全然問題ないですよという話です。そうそうそう、ただねあのディーラーさんによっては自分のところの自社基準みたいなのを持ってらっしゃるところがあるので、うんうん、どうしてもあのフロントはやっぱりやめてくださいとかいう可能性はありえますから、ディーラーさんとの、ね、コミュニケーションをきちっと通って、うん、こんなんつけたいんだけどって事前の、ね、相談とかはした方がいいのかもしれません、ね、そうそうそう、法律上はねもう全然問題なく、うん、何ら問題ないです、うん、でよく言われるのが契約枠超えてるじゃんって言われるんですけど、契約枠超えてても全然構わないですよ本当に、うん、あの指定部品はそういう性質のものとかそういう、規定のものですから、うん、そうだからね、はい、継続車検なんですよ。そうそうそう。そう。だから、バンパーも指定部品だから、継続で全然OK。そうそうそう。だから、新規で取ると、うんうん、あの全部測られちゃう、ね。そうそうそう。だから、ね、これ分かりにくいかもしれませんけど、うん、一回登録してしまったら使用過程者なんですよね。はい。で、使用過程者は指定部品を取り付けるにあたって、何ら問題ないです。うん、はい。ただナンバーがナンバーも何もついてない登録もしてないような、うん、新車だとか、はい、1回車検切ってナンバー外しちゃってるやつ、うん、それに取り付けて検査に行こうとか、はい、いう話にすると、うん、これダメです。そうなんですよ、はい、これ付けたままで全部測られちゃうんで、うん、分かりにくい話かもしれませんけどこれが、うん、あの今の日本の法律になってます、うん、なってます、はいはいはい、ちょっとこう難しい話ですけども、うん、まあ問題なくですということで、はい、これね、うん、バトンで EK クロススペースですけども、はい、これ似合うね。かっこいい。うん、特に横にほら今親デリカあるからあれだけど。そうそうそう。これとこれとあのデリカミニと、うん、これに並べるとあ確かに同じ車だろうなと、うんうん。だけど顔つきが違うからなんか違和感あるよねっていうのがあるんだけど、うんうんうん、これとこれはね、うん、案外違和感ないですよ。ない。で、D5 とこれは、うん、あやっぱ本当違和感やんっていうイメージ。なるなる。クロススペースを。うん、ここまでかっこよくできるんだっていうのをちょっと今気づいたのがなんかちょっと悔しいね。そうね。だからあの前も言ったと思うんですけど、うん、デリカって名前がついたからデリカミニをやると、うん、でいや元が EK クロスだったっていうの、うん、言うんで、うん、持ってきたら案外かっこいい車じゃんっていう話だったのがそうそうそうあれでってなるなるなるね。あの正直言ってどこやらここやら塗ったりとか何もしてないんですよこれ、うん、外デリカミニ習ってデリカミニに寄せてこういうの貼ったりとかしてますけど、はい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 ね、ボディ側をね、うんうん、そう塗ったりとか全くしてないですからね、うん、でそれでもこんな格好かっこよくなる。で男爵がめっちゃ似合う。もともと男爵作ったのが、うん、で EK クロス EV あなかった EK クロススペース、そうこれが言いにくいのがねダメなんやね、うん、そうそうそう、EK クロススペースのデータを元で作って、うんうんうん、だから本当にこれ似合うですよね、うん、これはもうバッチリだと。で EK クロスの人もあの、うん、がっかりしないで、ぜひよかったらカスタマイズして、そう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 乗ってみてください。だから今乗ってる人とかあとね、うん、例えば中古でね買ってっていう人なんかも、うん、非常にいいのかな。いや絶対いいと思います、うん、でこの前来られたお客さんなんか、うん、デリカミニをあのが出たから見に行ったんだけど、うん、いやこっちの方がかっこいいと思って新古車みたいなのがあったから買いに行ったって言ってであの持ってくるからつけてねって言われた、うん、ああそれ正解ですよ、ね、でもここまでやっぱりね形になったのを見てからこそやっぱりね、うん、こうやりたいなっていうでね、もう一個ね、うん、ちょっと説明したいのが、はいはい、これほら、うん、牽引フックつけてるでしょ。牽引フックついてるで、マフラーカッターつけてますよね、うん、まあこれも出そうとは思ってるんですけど、うん、牽引フックなんかわざとこう出してるんですよね、おうおうおう、わざと車体が出してるんです、はい、でマフラーカッターもわざと車体を出した状態で、うん、この状態で継続検査行ってますからね、うんうん、で牽引フックとかマフラーカッターとか、はい、これも指定部品なんですよね。あ、そうですね、完全に指定部品ですね、完全に指定部品なんですよ、うん、指定部品って書いてたら牽引フックなんかは車体から出ても構わない。これ、うん、本当にこのまま言ったんですけど検査員の人は、うん、ああ全然ってそういうちょっと寂しいじゃないかみたいな、うん、逆にいや逆にあの突っ込んで欲しかったんやけど、うん、いろいろねこれはあれはって言うのって、うん、逆に何も言われないからいや本当はいやこんなんじゃ まずいと、うん、逆にまずいと、うん、っていうんで、確認しました、はい、まあ、こういうのもあのカスタマイズするときにね、うん、参考にしてください。はい、はい、そして D5 こんなね、D5、アバギアがねあのなかなかかっこよく積んできたんですけど、うん、天気が悪いんで開けられないんだ。そうそうそう、せっかくねこうあの何
こういう風に、うん、あそうそう、うん、ベンツの SL300 みたいな、あ、はいはい、300SL か、うん、あれみたいな感じでこうして、ね、見せてあげようと思ったけど、うん、さすがにあのびちゃびちゃなんで、そうこのあの開けてません。そうですそうです。で、今回ねこの車の見どころは、うん、ホイール。ホイール。ブラックライノのホイールはね、はい、かっこいいでしょ。うん、そう。うん、ブラックライノのホイール、これもなかなかね、あのこれなんかな、名前忘れたけど、うん、ごめんなさい。この緑がね、うん、差し色ですごいかっこいい。そう、白のボディにこんな運が合うとかね、考えられないけど、うん、これかっこいいんですよ。このね、色の組み合わせ感ができるのがこのホイールのまだいいところですね。そう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 、いいね。うん、で、これが17-8J の38やったかな、うんうん、ちょっと入り気味だけど、うん、まああのディーラーさんで怒られるのこともないし、はい、ないし、で H を 30mm 上げて、うん、2456517か、はい、の KO2 入れてます、うん、はい、で同じサイズで TT を入れると、うん、干渉しますので気をつけてくださいね。あ、そうなの、うん、TT の場合は2356517にしてください、はい、これちょっと言っときます、うん、はい、こういう知ると知らないのでは大きな大違いなんで、ね、で実はね2356517の TT、うんうん、全国的にないです。なんでうちに40本ぐらいありますほら皆さん注文してください。 TT さ前ほらアウトランダーでインプレッションだった。そう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 、あれだってすげえ静かでいい。そうすごい静かなんですよ、うん、で乗り心地いいし、うん、うん、でおまけにちょっと安いよね。あ、そうなんだ。で KO 中古全然安い。あれ大変良かったね。だからまあまあ次なんかタイヤ変えたいなっていう人はちょっと TT か、うん、確認してみてくださいでサイズの中で言ってもらったらなるほどバッチリまだあるよはいはいはい、いうところで、で反対側、反対側もう一個あるんですね。あら、これブラックライノの新作。これ新作です。新作です。このリムの形状がねすごい特殊。うん、でおまけにこうちゃんとこう本当に立体的っていうよりはちゃんとこう リムになってるとか奥があるね。うんうんうん、指こう出てくる。はい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 。ね、すごい。でサイズがすごい。17インチの 8.5J の35。うん、35。8.5J。なかなか 8.5 の17ない。ないないない。うん、デリカ用なんっていうぐらい、うん、ほらパッツンパッツン入ってる、うん、本当だね、ギリッチョンで入ってる、うん、もうスペースアウトから調整してないでしょ、うん、でそれでもこれキレイに入るから、うん、これ絶対おすすめ。そうそう、どうしてもね後ろ側が入り込んでるよねっていうイメージがねみんな、うん、あると思うんですけど、うん、全然これもツラッツラ、ものすごくかっこいいです、うん、ぜひあのね次の選択肢に入れてほしいですね、うん、はい、ちょっとリムのとこいいねこれね。でリムのとこかっこいいでしょ、うん、かっこいい、うん、かっこいい。でおまけにね、うん、これね案外軽いんだ。まあブラックライノはあの本当重たいんだけど、そう結構重いからね、ブラックライノにしてはすごい軽い、うんうん、だからこれ本当にあのおすすめです。おすすめ、はい、はい、で、うん、私が持ってきたんじゃないんだけど、うん、千葉からみちゃん、みちゃん、今日ブースに来てもらってます、はい、みちゃんのね、車、はい、みちゃんを見に来たのかみーちゃんの車を見に来たのかどっちかというと多分あのおいちゃんは間違いなくみーちゃんを見に来たと思うんやけど、はい、車を見てください、うん、ブラックライノの富士ですね、はい、これがもう、うん、デザインがすごい気に入ったと、ね、ボディーカラーとピッタリだ。そう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 こういやちょっとねこうなんか色が違うんだけど、あそうだ、ね、この色とこの色がピシャリな、うん、そう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 これこっちに合わせたの、うん、よくわかんないけど、うん、いい感じでまとまってます。これはなかなかかっこいいし、うん、前期もねやっぱりねカスタマイズすると、うん、こんなかっこよくなるんだよっていうの、うん、見本でしょうね。でまあさらに女性が乗ってるっていうのがねすごいね、こういう車に女性が乗って一人で運転してると、うん、うわーすげえって思いません。そうそう、あのね四駆持ってる女性かっこいいですよ、みんなそうよね。そうそう、うんうん、ぜひあの女性の皆さん四駆、はい、乗りましょう、うん、はい、まあ、特にほらそれこそお杉さんとこねデリカミニー、ああですね、デリカミニーなんかもうほんとかわいいも言われるし、うん、かっこいいも言われるし、うん、ね、さらに女の人が乗っとったら、うん、間違いなくもう目立ちます、ね、おすぎさんね、また今後イベントあるんですよね。うん、あります。6月の25日、25日、山口の上で、はい、目標300台ぐらい集めたいなと。全然来るでしょう、はい、デリカでレクレーション、はい、で DDR にしました。はい、まあ、昔はデリカでラリーかなんかやってたんですけど、そうですね、やってましたけどね、デリカでレクレーション、うん、で DDR、はい、ぜひあのよかったら来てください。ホームページとかに、うん、イベント内容はあの掲載しておりますので、はい、ぜひあのチェックしてみてください。まああれですよね、入場料かかんないね。
あ、かかんない。全く何もかかんない。駐車場代も駐車場代も何もかかんない。何もかからない。全部ただ。あ、もう全部ただ。うん、全部ただ。あら。まあ、もしよかったら寄付してください。三菱さんの45度も、うん、トハンキットも来ますんで。ほら、そうなの。あ、来ます来ます。あそこさんはね、タイミング的にちょっと来れないみたいけど。あ、なるほど。うん。うん、乗った。で、そうですね。ない人いるでしょ。いると思いますから、ぜひ、うん、遊びに来てください。ね。デリカいっぱいありますし。うん、でまあ、デリカに興味があれば別に他社種でも全然構いません。あ、そうなの。はい、でとにかくデリカを見ていただくことが目的なんで、はい、でデリカの見せ合いこを見てください、うん、逆にね。お次さんとか何またブーツ出す。あ、出します、出します、ガッツリ出します。じゃんけん大会もすごいですよ。あら、お次さんのじゃんけん大会盛り上がるんだよ、ね、豪華商品勢ぞろい。あ、今日結構だってだいぶアウトレット売ったよ。うん、そうそうそう、えげつないぐらい朝すごかったよ。すごかったでしょ。すごい朝、うん、いや、まあそこら辺まだ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 倉庫いっぱいあります、ね、まだあれだもんね、はい、持ってこれなかったもんね、はい、今日は、はいはいはい、うん、あるんでそこら辺も。それとね、忘れてました。はい、新製品の用意をしてます。ちょっと見ましょうか。うん、新製品何。シートカバー。あ、すごいおしゃれじゃん。シートカバー屋さんと今ガッツリコラボしてまして、うんうん、デニム生地と、うん、これなんだ、まあ、古い、ジャケットみたいなイメージ、ね、ね、うん、の、組み合わせ、うん、とかいうのもできますし、すごいおしゃれ。いろんな、ね、組み合わせができるんですよ実は。で、こういう感じ。これちょっといいでしょ、いいでしょ。で、これ今 EK クロススペースですけど、うん、デリカミニも全く同じものなんで、うん、そのまま利用できます。あれは D5、D5 は D5 でありますよ。で、ちょっと、まあ、先にデリカミニ見せたかったんですけど、うん、ちょっとデリカミニ先に行きましょうか。デリカミニ。ちょっと D5 はもうちょっと後回しにして。これか、こっち。これもさっきの表皮とちょっと、はいはいはい、ちょっと柄が違うんですけど、うんうん、クラシカルな感じで高級感ありありな、うん、ちょっと傘が乗ってましたね。ね、はい、はい、うん、高級感ありありな生地。うん、でもこの今みたいに雨降っても濡れても全然気にならないですね。はい、だからもうこういうシートカバー今からどんどんやっていこうかなと。うん、おー、なるほど。で、ウッド調で作ったデリカミニにめっちゃ合わせたやつを作ってもらいました。これ。お杉さん。どうだ。これ内装と外合うね、これ。うん。最初なんかちょっとお杉さん受け狙いの木目かなと思ったけど。今こんな木目でしょ。そう。で、この木目、こんな柄にするんですよってシートカバーさんに言ったら、うん、この、キャメルカラーか、うん。キャメルカラーの、うん、外と、うん、内側が、これなんて言うんだろう。インディアン柄じゃないな。うん、そうそうそう。なんかそういうやつね。うん、ネイティブ、アメリカンネイティブみたいな。うん、そういうのを組み合わせて。うん、でね、このシートね、シートっていうかこの真ん中、この、ファブリックか、うん、がね、お尻が滑らないやつ、すごい乗りやすいんですよ、これ。なるほどね。これめちゃくちゃいい。そう、めちゃくちゃいい、ね。シートカバーでお尻滑るんですよ。そう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 。そう、うん、だから、本当にね、これね、後ろ、めっちゃかっこいいでしょ。これちょっとおしゃれだわ。おまけにほら、フロアマットなんか見てん。こんなコーディネートすごくないですか。これで、外木目は合うよ。うん、合うでしょ。うん、このフロアマットなんか、うん、ネットで1万円ぐらいで売ってました。いや、いやハイクオリティっていうか、うん、いやコストパフォーマンス最高。うん、うん、いや、こんなイメージが、これ、いや自分の中でこんなイメージが合うとは思いませんやった。いや、外だけ見たら本当になんかちょっと受け狙いだけど、うん、なんか見た。いいでしょ。いい、はい、これコンセプト合うね。まあ、こういうのもね、うん、今からねカスタマイズするのね、うん、はい、やっていきましょうね。はい、いや、これ素晴らしい。で、D5 も実はね、うん、シートカバー用意してます。ちょっと変わった感じの、脂肪が入った感じの革風な、うん、で、ここを黒にしてコンビにして、うん、で、なかなかいい感じで。そう、実はね、この車ね、うん、注文した時、そんな注文の仕方した覚えはないのに、うん、内装ベージュで来たんですよ。おう、めっちゃ汚れが目立って大変だったんだけど、シートカバーしても本当楽、うんうん、こういう組み合わせがね、すっごいいろいろできるんですよね、うん、会社さんはね、コネクトっていう、うん、シートカバー屋さんなんですよ、うん、楽天だとかそういうところですごいいっぱい売ってるらしくて、うんうん、楽天のあたりで見ていただくと、うん、コネクトさんに、うん、フルでオーダーできるようになってますんで、そちらの方も確認してみてください、うん、なるほど。もちろんうちの方で、うん、うち限定で、うん、の組み合わせというかコーディネートで、うん、出す予定にもしてます。あ、なるほど、はい、うん、いいものを出せるように頑張りますね、うん、よろしくお願いします。でもなんかこう車のコンセプトに合わせてなんか作れるのいいね、うん、ですね、うん、で、たまたまなんですけど、うん、たまたまですよ、うん、みちゃんの車、うん、開けていいかな、うん、あー、みちゃんいた、みちゃんいた、
みちゃんがいた。みちゃんのね、うん、車のシートカバー、うん、これね、うん、コネクトさん。あら、偶然、本当に偶然。たま偶然なの。うん。いや、だって知らん、さっき多分つけてんのうちですもん。お前知らんかったよ、ね、本当に。やらせて、やらせて。でも、さっきもコネクトさんに言ったんですけど、うん、これ内装のカスタムじゃないですか、うん、シートカバー、うん、でも、外からこの色って見えるから、うん、いや、そうそう、そうそう、デリカメに見た、向こうの木目の中を見た。あ、ここがあれ、そう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 、うん、あんなことできるんだと思って、ねえ、うん、知らなかったから、もうそこに柄が入るのは知らなかったもん、ね、フルオーダーができるじゃすごいよ ね、うん、すごい。そうそうそう、おまけにそんな高くないよね、まあ、ね、車種ごとにちゃんと作るからぴったり合うし、うんうん、いいです。これだって自分で一人でつけました。3日間4日間かけて、かけてゆっくりね。自分でしたの。あ、自分で。マジすごいでしょ、だって指の感覚なくなるよっていうぐらいな。そうそう、だから褒められました、さっき、ね、で子供が帰ってきた幼稚園の時に、うん、一緒にだけどさっきね、手直しされよう。あ、そう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 、めちゃくちゃ綺麗に貼ってもらった。貼ってもらった。あー、それはあれだな、ちょっと手直しさせよう。あ、ちょっと雑にやったらやってくれるかもしれないね。だってここも出てなかったですもん、最初。あ、ちゃんと出るようになりますので、はいはい、うん、今こうやって出るから大丈夫ね。さっき出てなかったよかったよかった、出てる時で撮れてよかった。確かに確かに、ね、まあ、そんな感じで今日ね、本当あのロス鉄だと思って、本当助かりました。ありがとう。私の車もかなりオートフラックさんのついてて、そう、あと、そうそうそう、ついてバスターズもつけてもらってね、ね、嬉しい限りです。さっきね、あのホイールのその色のコーディネートいいねっていうのをね、撮ったんだけど、ね、お杉さんが言ってくれたんだ。さっきこの車が撮らせて、そうそうそう、ホイールの色いいねって言って、そう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 、オートフラックさん白を履いてたんですよね。白バカ、白の富士を履いてたじゃないですか、昔、前に。昔ね、白い、白いやつ、そうそう、去年白だった。でも私がね、あれかっこよかった。 白からあの入れ替えで、あれかっこよかった。あら、素晴らしい。そしてこれになってる。なってる。もうお杉さん絶賛してました、さっき。わー、嬉しい。ね、そうです。でも色悩んでる時に、うん、あのやっぱり富士ってまだ履いてる人があんまりなかったから、うん、あの相談しました。相談した。ちょっと、あら、写真をね、見たかったです。履いてるデリカが履いてる写真を見たくて、うん、そう、持ってませんかって言ったらくれてたから、写真、うん、ということで、お杉さん、はい、まあまあちょっとね、今回あのデリカ雨やったけど、雨でしたけども、いや、逆に言ったら雨なのにこれだけ来てくれる、すごいよ、ね、すごいよね、どんな変態なん。いやいや、本当すごいなと思う。いやいやいや、でもね、あの私どっちかというと、うん、あの朝9時の、うん、開店してからのお客さんの入り、ああ、ここね、すごかったやろ。すごかったね。うちのブース、うん、そうそうそう、あのちょっと差し入れ入れときますけど、うん、まあ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 、でもね、こういう形でみんなデリカ楽しんでるなというところで、うん、まあお杉さんね、そのためにパーツ頑張って、はい、ね、ちょっとまあ、はい、デリカミニばっかりやってんじゃないのって言われるかもしんないんで、頑張って、頑張ります。はい、ね、はい、新しいのね、いろいろご提案していただければと思います。ということで、あすぎさん、雨降ってきたんで終わりましょうか。はい。はい、ということで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。